頑張っておるの。何？ほう。大魔導演部で優勝し、フェアリーテイルはフィオーレ一のギルドに返り咲く。以前のように仕事がいっぱい舞い込むようになり、私たちは忙しい日々を送っていた。ある時、聖天大魔導ウォーロット神殿から氷漬けになった村を助けてほしいという依頼を受ける。村の名は太陽の村。永遠に燃え続ける炎を守護神としている。グレイは村を包む氷を作り変え、夏が消えた炎に火を灯し、なんとか村の人々を助けることができた。しかし、この事件は始まりに過ぎなかったんだ。村を凍らせた犯人はタルタロスという闇ギルド。奴らは恐るべき計画を実行に移そうとしていた。タルタロスのテンペスターが元評議員を襲い、その場に居合わせたラクサスが撃退する。でもテンペスターは自爆し、ラクサスは。ラクサスたちはどうなんだ？無事なのか？おい！なんとか一命は取り留めました。でもかなり魔性粒子に侵されていて、もともと少量の摂取でも命が危険な毒物なんです。完全に回復するかどうかは。魔性粒子、確か空気中のエーテルナノを破壊して魔力欠乏症や魔性病を引き起こす物質。それは魔導士にとっては命取りになる。敵はタルタロス闇ギルドだ。評議員を皆殺しにし、元評議員も襲っている。ラクサスは元評議員の矢島さんをかばって魔性粒子を全部吸い込んじまったらしい。タルタロス、じっちゃん、戦争だ。敵はタルタロス、オラシオン・セイス、グリモア・ハートに並ぶバラム同盟の一角。しかしわしらはその二つを撃破してきた。タルタロスも同じように我々を敵に回したことを後悔するだろう。仲間がやられた、それは自身の痛み。仲間の流した血は我が体より流れた血と同じ。この痛みを、苦しみを闘志と変えて敵を撃て。我らは正義ではない、我らは意志で動く。我らが絆と誇りにかけて家族の敵を駆逐する。タルタロス、目的もわからんが、本部の場所は評議員ですらわからない。一つわかっているのは、狙いは評議員ってことね。現評議員だけでなく、元評議員まで狙ってる。だったら元評議員の家に行けば向こうから来るってことじゃねえか。しかし元評議員の住所は秘匿情報、知る者はいない。なんで？住所知られたら悪者が報復に来ちゃうでしょ。手詰まりか。いいや、そうでもないよ。元評議員の住所は僕が知ってる。なんでロキさんが知ってるんですか？それはね、女ね。私たちの担当は元評議員のミケロさんね。タルタロスが襲ってくる可能性があります。しっかり準備していきましょう。任せたぞ。
かってるの？町の南の方で目撃情報があったってことは分かってるんだけど、潜伏場所までは特定できてないの。じゃあまずは聞き込みからだね。頑張ろうシェリア。うん、行こうウェンディ。そういう奴らは見てないな。ごめんね、ウェンディちゃん、力になれなくて。そうですか、ありがとうございます。なかなか情報がつかめないね。一体どこに隠れているんだろう。誰か助けてくれ。あ、何？今誰かの声が。あっちの方から聞こえたよ。行ってみよう。誰か。大丈夫ですか？大変、怪我してる。今直しますから。一体何があったの？歩いていたらいきなり誰かに襲われたんだ。やつら俺の大切な荷物を。くそ。それってまさか。うん、多分そうだと思う。犯人がどっちへ行ったかわかる？あっちの路地の方へ逃げていった。ってまさかジュウちゃんたち本気か。危ないぞ。ご心配なく、それが私たちのお仕事だから。よし、治療も終わりました。シェリア、急ごう。よし。いた、あそこ。間違いない、私が追いかけてた人たちだ。けえ、あいつはラミオスケイルの。ここまで追ってきやがったのか。もう逃げ場はありませんよ。荷物を返してください。チェ、行き止まりか。しょうがねえ、力ずくで突破するぞ。ウェンディが愛するこの町で悪いことはさせないよ。張り切っていきましょう。まさか俺たちが捕まるとは。なんとか無事に捕まえられた。よかったね。さっきの人の荷物も取り戻せたし、早く返してあげないと。おーい、君たち。お、さっきのよー、ウェンディちゃん、お手柄だったね。
っちゃくてもさすがフェアリーテイルの魔導士だな。いつの間にか人が集まっちゃったね。ウェンディの人気のおかげかな。なんだか恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないよ。みんな喜んでくれてるんだから。やっぱりフェアリーテイルはこの街に愛されてるんだね。隣にいるのはもしかして大魔党演舞に出てたラミアス・ケイルの。本当だ、ウェンディちゃんと戦ってた。大会見てたぜ、やっぱり強いんだな。ありがとう。やっぱり言われるとちょっと恥ずかしいかも。荷物取り返してくれたんだね、ありがとう。しかしギルドの魔導士だったとは。心配したのは失礼だったかな。いえ、どういたしまして。荷物が無事でよかったです。それじゃあ私たちはこれで。クリマを作る？出来上がりっと。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 またお願いね。じゃあ。よし、ここだ。
君が依頼を受けてくれた魔導士かい？依頼の内容は把握してるね。はい、森のモンスター退治ですよね。任せてください。君はもしや大魔党演武に参加していた子じゃないかい？大会見てたんですか？なんだか恥ずかしいですね。それじゃあお仕事してきます。あ、ちょっと君、なんだかやりづらくなっちゃったな。でも仕事は仕事、やってやるわ。よし、頑張らなきゃ。よし、じゃあ行くか。アイスメイク、アイスブリンガー、開け敵化地球の扉、スコーピオン、サンドバッグ、やったー、勝ったわ。切られたいものからかかってこい。天竜の方向、アイスメイク、コーンドエクスカリバー。へ、楽勝だぜ。ものからかかってこい。タッヤッ、天竜の波下ろし、アイスメイクフロア。よし、俺たちの勝ちだ。こんなもんかな。君、あ、ちょうど終わったところですよ。これで安全に探索が。影で見ていたが、いやー、さすがフェアリーテイルの魔導士。大魔党演武で優勝しただけのことはある。ありがとうございます。でも私自身は不甲斐ない戦いばっかりで。そんなことはない。え、君のレイヴンテイルとのバトル、ボロボロになりながら必死に戦う姿に僕は心を打たれたよ。他の観客はあれを見て笑っていたが、僕はあれを見てフェアリーテイルのファンになったんだ。そうなんですか。すまない、少し熱くなってしまったね。それじゃあ僕は行くよ。これからも頑張ってくれ。はい。結果は残念だったけど、戦った意味はあったのかな。よし、次のお仕事も頑張らなきゃ。
しょっと。よいしょっと。よいしょっと。どこ行くかな。よし、ここだ。次は。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。どこ行くかな。よし、ここだ。次は。これは私が探し求めていたパルファム。これを私にくれるというのかね。これで新たなパルファムマジックの開発を進めることが。この恩は忘れない。戻ったら早速研究再開だ。ねえ。すまない君たち、私の頼みを聞いてもらえないかね。ん？いつよ。なんだ頼みとは。我がギルドが誇る魔導爆撃艇クリスティーナ海、そのさらなる改良を今
極秘裏に進めているのだ。それ私たちに言って大丈夫なんですか？このことは内密にしてくれたまえ。で、そのクリスティーナがどうかしたんですか？改良のために特殊な材質の部品を用いているのだが、その原料がなかなか手に入らなくてね。集めるのを手伝ってほしいということか。ねえ、まさにその通り。さすがエルザさん、話が早い。まあ、お前のギルドやクリスティーナには以前世話になったしな。そういうことなら手伝おう。ありがとう。達成の暁には私から感謝のハグを送ろう。それは遠慮しておきます。さて、どこ行くかな。よし、ここだ。そうだな。やれやれ、お出ましか。天竜の毒撃アイスメイクフロア。開け天下地球の扉、スコーピオン弾力バスター。なかなかやるでしょ。熱流を召喚、天空戦。アイスメイク、アイスゲイザー。
行くかな。よし、ここだ。さて次は、ありがとう。これでクリスティーナの改良を一気に進めることができる。どういう風に改良されるんですか？ノンノン、それは言えない。極秘裏の計画なのでね。危険なことでなければ良いのだがな。そういえばクリスティーナって一度壊れてましたよね、オラシオンセイスと戦った時に。それから修理を行ったのがクリスティーナ海。私たちが天狼島で行方不明になったとき、一夜さんたちがその船で探してくれたんだよね。レディちゃん、いつの間に。ごめん、話が聞こえてきたからつい。ジェットとドロイに聞いたんだけど、私たちの手がかりを探すためにクリスティーナ海で世界中を飛び回ってくれたって。本当なのか一夜。まさに、イシュガル中のエーテルナノ数値を調査し、天狼島がまだ残っているという事実を突き止めたのだ。そうだったのか、私たちのために。我々とフェアリーテールは共に競い共に戦った友、その友情のパルファム、私は忘れない。これからも良い関係を築きたいものだね、エルザさん。そうだな、ギルド同士仲良くしよう。ではまた会おう。一夜さん、普段はふざけてるようにしか見えないけど、結構ギリがたいよね。そうだな、仲間思いで実力も確かなのだが、もう少し落ち着けないものだろうか。